カト時はペリカンメトキカに分類される鳥類。モロッコエリトリア、スイス、スーダン、ドイツ、トルコなど全長80センチメートル。翌朝41センチメートル。後首には短い羽毛が伸長する。全身の羽衣は金属光沢がある紫がかった緑色。頭部には羽毛がなく赤や大々、黒などの反紋が入る。交際は大々赤色。 くちばし盆長13センチメートル。くちばしの色彩は暗赤色。乾燥地の河川や海岸沿いの崖や岩場に生息する。群れを形成して生活することが多い。植生は動物食で昆虫、カエルなどを食べる。水辺や枯れた川底、牧草地などで採食を行う。繁殖形態は卵生。数十ペアからなる小規模な集団繁殖地を形成する。 断崖の岩棚に木の枝、枯れ草、根などを組み合わせた巣を作り、3から4月に2から4個の卵を産む。放卵期間は24から28日である。ヒナは43から47日で巣立ちする。開発による生息地の破壊、殺虫剤の使用などにより、生息数が減少したと考えられている。スイスやドイツで繁殖していた。 個体群は17世紀に絶滅した。トルコ南部では一時期保護により生息数が増加しエディトリアやスーダンで越冬する個体群が復活したものの後に絶滅した。英名の別名ウォールドラップは森のカラスを意味するドイツ、オーストリアの古い方言である。18から19世紀初め頃までは本種はカラスの一種として考えられていたこともあった。 1950年代にスイスのバーゼル動物園で繁殖に成功し、ここで生まれた個体が世界各地の動物園へ送られ飼育されている。現在、血糖管理下での繁殖計画が進められている。ありがとうございます。